まず「ハウス・オブ・ゴッド」ですねあのリドリー・スコットの中でも「黒いリドリー・スコット」ですねあの誰も幸せにならない映画を作るのが大好きな「黒いリドリー・スコット」でも面白いと「レディー・ガガがです、ね」がかっこよかった映画ですけどこれ85点つまりあの僕はあのおすすめできます。で「サンダーバード55」これねすごい着てたんですけども期待してたんですけども、えー、65点です。つまりもう ね、あのもともとサンダーバード55って大昔にサンダーバードをテレビ放送していた時にイギリスで,です、ね、売っていたレコードがあったんですねで。それはサンダーバードのドラマ版としてです、ね、レコードに吹き込まれたやつでオリジナルの声優さんが吹き込んでるんですよでそれに合わせて絵を新しく、まあ、部分的に作ったと。 ほとんどが過去にあったサンダーバードの,その映像なんですけどもそれと同じような作りで人形とかミニチュアを再現して新しくサンダーバードを作りましただからまず元のお話があんま面白くないんですよ子どもたちがレコードで聞いてわかるようなストーリーなのでそんな面白くないいわゆるウルトラマンとかですねそのなんだろうな昔その怪獣映画とか怪獣テレビ番組があったんですけど。 テレビ番組があったんですけどもそれに対してです、ね、いろんなところがです、ね、朝日ソノラマとかがです、ね、そのシート付きの絵本というのを出してたんですねでその,そのシートを聞くとあの怪獣が出てくるドラマがあるんですけどやっぱりそれもあんま面白くないんですよそれと同じようにあんま面白くないストーリーだったのでキャンペーンすごかったからね期待したんですけどね「サンダーバード55」本当にキャンペーンすごかったで期待したんですけど中身空振りだったので65点です。 で「スパイダーマンノーベイホーム」ですね、まあ、これはあの、まあ、だいぶ前にも話したんですけどもう95点ですよ。 いや、もう本当に絶対みんな見てくださいですよ。あ、あの、もうネタバレしても大丈夫な時期なので言いますけども、アンドリューガーフィールド、つまりアメイジングスパイダーマンの俳優さんが出た時には、もう映画館で拍手を起きたんです。もう初日に見に行ってよかったと思いますよ。映画館、うわーって拍手ですから。で、トムホランドは相変わらず可愛いし、つまりあの最新のスパイダーマンですね。で、飛び幕外や最初のスパイダーマンはですね。 ちょっと老けててちょっと小太りになっててこれもいい味出してたんですよね。でやっぱり思ったのがね「新エヴァンゲリオン」もこれにすればよかったと僕の新エヴァンゲリオン」の公開の1年以上前に予想してた内容が。 あのこのマルチバースものだったんですけどもつまりテレビ版と旧劇場版とあの新エヴァンゲリオンの新ジがですね揃い踏みでですねあの三者で話し合うような話にすればよかったなといまだに僕は思ってるんですよそしたらクライマックスは初号機 3, 3機ですねつまりテレビ版旧劇場版新劇場版の初号機3機と,、えー、と0号機3機3人の飛鳥 で、三人の,あの、レイというですね、初号機、二号機、それぞれ三機ずつ三人のンチということで、合計9人のですね、エヴァンゲリオンがですね、揃い踏みで戦うというですね、大変豪華なですね、あの、もうこれでお,おしまいにふさわしいのが取れるんではないかと思ってたんですけど、まあ、あの、今のですね、新映版に実は僕は全然不満がないんですけども、マルチバースオンにしても良かったんじゃないのかなって思います。えー、クライマッチョ。 クリント・イーストウッドが、まあまあ最近撮ってる、もういつもの、あの、本当の男らしいとは何だろうかって、お、おじいさんお前それ20年ぐらいずっと同じことやってるなっていう映画の、まあ最新作ですね、クライマッチョン。で、1 9原作が1975年に出版された映画。 なんですけどもその頃からですねクリントイーストとこれ撮りたい撮りたいって言ったんですけど映画会社がそんな地味な話は駄目だというふうにずっと言ってたんですね。でそれでも撮りたくてどうしようもなかったんですけどもついにクリントイーストとでで、ね、映画会社の OK が出る方を見つけてそれは何かっていうと自分が出演するだったんですよ。でクリーントイスト 映画って自分が出演してないのもまあかなりあるんですよ。で、そういう映画って割と地味で予算がつきにくかったりするんですけども、さすがね、往年の大スター。自分が出演すると大体いい予算 OK 出るんですよね。で、まあ、あの映画化希望したんでですね、自分が主演することを条件に企画を通したそうです。まああのただ もう本当同じことの繰り返しになってて、最初のうち面白かったんですけども、黒沢明のなんか、マーダだよと同じような、ちょっと変な映画になっちゃった。それでも80点だから十分、僕は面白かったです。えー、ゴーストバスターズアフターライフですね。これ85点。 ままあ、まあ、割といいですあの。面白いんですけどもちょっと僕の中で「不完全燃焼ですよ」っていうのはかつてのメンバーに頼りすぎっていうかです、ねあの「ビバリーヒルズ・コップ2」っていう映画があってです、ね、僕はあんま好きじゃないんですビバリーヒルズ・コップ1って面白いんですけどそのビバリーヒルズ・コップの中に出てきた俳優さんたちが1と同じような世界観というかキャラでもうやるのではい、皆さんお馴染みの感が出てくるんですよ。 で僕はなんか最近のルパン三世に関して最近のというかもう延々ルパン三世に関して評価が低いのはいつまで峰内子やってんだいつまでなんか暫鉄券やってんだといつまで次元大介出してんだとルパン三世本当に面白く作りたいと思うんだったらルパン以外全部取っ替えろよってもうフィアット500も出すなと次元も石川五重門も藤子も出すなとそれで作るルパン三世こそが本当に面白いもんだろうともう本当三戸五分じゃねえかよというふうにずっと思ってた んですけども『ゴーストバスターズアフターライフ』もやっぱそれがちょっとあるんですね「かつ」のメンバーに頼りすぎっていうですね。でラストにですねあの旧メンバーの死んだおじいちゃん出てくるんですけども。 死んんだおじいちゃん出てきて、「きよかったゴーストバスターズですよ幽霊を退治する映画でおじいちゃんが出てきてよかったではそれはねえだろとおじいちゃんも退治しろよとそんなおじいちゃんはよかったね他のゴーストは退治だっていうことになったらゴーストにいい悪いが出てきて悪いゴーストを退治しましょうという全然違う話になっちゃうじゃないですかなんだこれはと <laughs> まあ,あのいかにも続編がありそうな雰囲気になってますね。 で85点にしたのはですね、まあ半分ダメ映画なんですよ。絵はすっげーかっこいいんですけども、内容的には僕はちょっとダメ映画かなと思ってるんですけど、好きは好きなんですよ。だから85点です。でそれより点が低い80点。フレンチディスパッチザリバティカンザスイブニング3別冊。もうこれあのオシャレ映画としてすごいもう今。 おしゃれ映画好きにですね僕は過剰に持ち上げられてるというふうに思っているんですけどもあのウェス・アンダーソン監督のですねあの、まあ、ニューヨーカーというですね1950年代から70年代までかなまでですね ニューヨークの雑誌「ニューヨーカー」という雑誌のです、ね、愛があふれた映画なんですけどもです、ねまあ、ウェス・アンダーソン監督で面白いのってはっきり言って絶対面白いのってグランドブダペストホテルだけなんですよね。でその他の他映画は全部。 まあ、おしら、おしゃれでいいよねって言うて、ね、ちょっと、ちょっとエクスキューズがつくような話ばっかりで、なんか、ライフアクアティックだって絶対僕が好きな感じの映画なのに、やっぱりなんか、途中でつまんなくなって見れないっていう感じになっちゃったんですけど、あんま多分合わないんでしょうねで。あの、今回のですね、フレンチディスパッチも見る前めちゃくちゃ期待してたんですよ。で、実際に見てみたら、絵は、映像は素晴らしいんですけども、中身が不足気味でですね、なんかあの、 宮崎駿のいないジブリみたいというか <laughs> 何を言っても悪口になってしまいますね。<laughs> スタジオまるまるみたいの, <laughs> あのジブリっぽいアニメみたいというふうになってきたんですけど <laughs>、まあ、そこまで言わなくてもなぁとどまあまあ思いましたすみませんまあまあであとあの次アマゾンプライムでですね配信してるです、ね「僕を育ててくれたテンダーバー」ですねこれアマゾンプライムで見れます、えー、90点です。 いやあの、すごい面白いですちょっとだけ見るつもりがですね最後まで見てしまったんですねあの「本当の男とは何だ」ものなんですけどもクリント・イーストウッドの「クライマッチョ」の「本当の男とは何だ」っていうのがややじいさんの説教に近いんですけどもこっちはですねなんかあの 本当の男とは何だって言ったテッドという映画の中で本当の男っていうのは、休みの日は、なんか、あのー、 マイファナやりながらフラッシュゴードを見るもんだとかですね。なんかそういうくだんない定義が出てくるんですよ。そ,その定義に近いんですね。あの、幼い甥いっ子が出てきて、幼い甥いっ子が主人公なんですけど、それに対しておじさんが、ベンアフレックがですね、ダメおじさんやってるんです。そのベンおじさんが、あの、子供部屋おじさんなんですね。つまり、もう30超えて40近いのに、いまだに親の実家の中のですね、昔から住んでる子供部屋にいまだに住んでるんですけども、それが がです、ね、甥っ子にですね「本当の男とは何か」というのを永遠説教するからこの「本当の男とは何か」っていう話自体もものすごいなんかギャグになってるんですよその「本当の男」の定義がよくて「いいか」とまずなんかあの「ジンを飲め」と「スコッチは負け犬が飲むもんだ」って言うんですねで「スコッチはここに置けと」とカウンターの左に「スコッチ」を置けそしてカウンターの右に「タバコを置け」と。男のルール1あの ジンは左に置、OK、けタバコは右に置、OK、けとこれでお前は周りから見て本当の男と分かる男のルール1と2がもう分かったなさあこれで今日からお前は本当の男だっていうですねクリーント・イン・スウッドに比べてなんて分かりやすい本当の男まあ、こういう本当の男ルールがね確かに4つか5つぐらい出てくるんですけど全部くだらないんですよなかなかいいです。 で僕と育ててくれた「テンダーバーが90点で良かったんでですねあじゃあなんか限定配信してるやついいなと思ってあの今アカデミー賞の候補にもなってるですね Netflix で配信してる「パワーオブザドッグ見たんですねこれも面白かったです90点あの僕ほ育ててくれた「テンダーバーは「あらいい映画見たわ」90点なんですけども「パワーオブザドッグはですね何見せられたんだろうの90点なんですよ ベネディクト・カンパー・バッチが演じるですね、まあ主人公、カウボーイなんですけど、カウボーイなんですけど、もう1920年代なんですよ。1920年っていうのは何かっていうと、もう大恐慌も終わってるわけですよ。第二次大戦もですね、終わってる時代に、まだアメリカでカウボーイやってる、やや時代遅れの男たちなんですね。それ、カウボーイ集団のリーダーが、ベネディクト・カンパー・バッチなんですよ。で、まあとにかく絵がめちゃくちゃ綺麗で、多分モンタナ州だったかな、あの辺で。 ロケしてててたた映映映像だだと思うんでで、すけけども、山っっりです、ね、草原ってるだけでめちゃくちゃゃく綺麗。これは死ぬほど撮影に金かかってるなという映画なんですけども派手なストーリー展開ないんですけどどん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 続ゾ々クゾクしてくるミステリーのです、ね、展開になってくるんであのこれはあのネットフリックス契約してる人はです、ね、無料で見れるんで「パワー・オブ・ザ・ドッグ」おすすめですね。 あアカデミー賞ね取るかどうか分かんないですけど今年本当アカデミー賞混戦気味だからでも、まあ、まあまあ90点だからおすすめします。でそれを超えるですね今んところ僕があの今年一番の映画じゃないかなって思ってるのがですね意外なタイトルだと思うんですけど「こうだ愛の歌」ですね。俺、じ自分がが人生でね、「愛の歌!」なんててサブタイトルがついいる映画を、 推薦することになると思わなかったんです。それも愛の歌、ひらがななんですよ。こうだ、愛の歌。コーダ、タイトルのこうだ、CODA っていうのは、チルドレン・オブ・ドリーフ・アダルトってですね、耳の聞こえない両親に育てられた子供っていう意味だそうです。アメリカのね、田舎町の多分あのメイン州あたりのですね、漁港で暮らす女子高生の話なんですけども、もうその女子高生が家族と一緒にですね、冒頭漁船に乗って漁をしているシーンからですね、 絵に圧倒されるんですよあまりにもすごいリアリティとあまりにも絵の面白さにですね圧倒されるんですよ。で徐々に徐々にその女子高生の環境が明らかになってですねあの彼女以外家族全員耳が聞こえなくて口が聞けないんですよね。でその彼女がですねその自分が行っている高校で歌を歌いたいという夢を持つんですねコーラス部に入って。しかしその彼女の家族というのはさっき言った全員歌 というのを人生で聞いたことがない全員先天的に先天的に耳聞こえない。口聞けない。だから、歌というものの存在が理解できないんですよね。だから、その彼女は家族のその同意というか賛成もしてもらわないし。 まあ表だった反対もまあ実はないぐらいなんですけどもでもその家業の漁師ですね漁をやってるのがですねだんだん経済的に追い詰められてですねでお父さんもお母さんもお兄ちゃんも漁出てる全員口聞けない耳聞こえないだからその漁師たちの組合活動っていうのもなんかうまく参加できないとどちらかというと損な立場に追いやられたりしててです、ね、経済的に追い詰められてる でその女子高生の主人公はです、ね、自分の歌いたい気持ちとか家族への愛情とか家族への憎しみとかです、ね、あと恋愛感情です、ね、そういうのに割と引き裂かれそうになるんですけどもそういうのを見ながらです、ね、クライマックスの怒涛の2分間もう、理由のわかんない感動すごいですよ。 映画館中みんな泣いてるんですよ。もう僕も本当にこれはやばいわと思ったぐらい本当に怒涛の2分間です。で、タイトルはまあさっき言ったように嫌な感じなんですけどもとりあえず今すぐですね、あのこの1週間以内でですね、チケット取れる人はさっさと取ってあの見に行ってください。本当にね、なかなかね、すごい映画ってね、見れないですよ。で、さっき話したパワーオブザドッグのような 絵の凄さがあるしストーリーの凄さがあるしキャラクターへの共感があるし最後何十も見せられたんだすげえ感動だよっていうのもあるっていうそういう映画ですでありながら平凡な普通な感動でもないそれをセリフで言ったりも誰もしないんですなかなかすごかった、えー、ウエストサイドストーリースピルバーグのですね映画ですね75点 残念です、えー。スピルバーグっていうのは映画の天才なんですけども、決定的にね、才能のない分野があって、あの人採用に欠けてる部分があるんですよ。で、一つ目はコメディ映画撮れないんですよね。あの、コミカルな演出できるんですよ。例えば、あの、インディアナ・ジョーンズシリーズだったら、中に出てくるですね、コミカルなシーンっていくらでもあって、それが面白いというのはいくらでもあるんですよ。基本的にスピルバーグの映画って、くすっと笑えるシーンがいっぱいあって楽しいんですけども、コメディを主軸にした映画を撮ると、 失敗しちゃうんですよね。でだからまあ1941とかそうなんですけど最初から笑わせる目的の映画っていうのはダメで、まあ、それっきり1941以外スピルバーグはコメディー映画を撮らなくなったんですけども今回分かってたのは、スピルルバーーグはミュージカルもダメなんですよ。残念なことにミュージカルがダメなのでスピルバーグの全才能を集めてすごいなんだろういい映画を作ってウエスト・サイド・ストーリーって配役もよければ。 なんだろうな、セットも良くて、カメラも良くて、撮り方も良くて、すべていいんですけども、何一つ悪い部分がないんですけども、映画見てる間ずっと、で、いつ面白くなるんだろうっていう,うに見ててですね、それが最後終わってエンディングクレジットが出てきて、あれ、いつ面白くなったかわかんないまま終わっちゃったと。だから、あの、素材とか味付けとかは最高なのに、沸騰、 沸騰してないどころか60度か65度の温度で作った鍋料理みたいに全材料味が染みてないというかなんか硬いんですよねで60度で2時間ぐらいやったから大丈夫だろうと思ったらやっぱあんま美味しくありませんでした一 <laughs> 回ぐらい沸騰させてくれたつまり面白いっていうのが何回かあれば絶対これ面白い映画になったのに 面白いっていうのが一回もなくて面白そう面白そうで最後まで行っちゃったんですね、えー。ドリームプラン、ウィルスミスが主演している実話です。あの素人の親父がですね、その娘まあまああの子供いっぱいいるんですけどその中の娘がですね、あの才能を信じてテニス教育をするというだけの映画なんですけども、これはこれもあのアカデミー賞候補になっててまあ僕があんまり好きな ジャンルの映画じゃない。とりあえずなんかこう感動もの家族ものスポーツものっていうですね割と苦手な流れだったんですけども圧倒的に面白いですね「ドリームプラン90点」です圧倒的に面白いと何よりこれが実話っていうのがすごいんですよでラストのクレジットでその映画の中に出てきると同じシーンが家族の記録ビデオとして次々出てくるんですけどもそれでひっくり返りますよこれはすごいなこれ本当の話なのかと。 ただもうねっ砲台がドリームプランっていうんですけどもあの実際はですね「キング・リチャード」っていうタイトルなんですね現代がキング・リチャードつまりイギリスの王様のリチャード王って同じなんですけどもあのそのリチャードっていう主人公ですねウィル・スミスがやっているその親父テニスの全く素人なんですけど娘を天才プレーヤーに育て上げたんですよ。でも、本当に自自分分のことしか考考考えええない。いがたた計画通り考えたらうまくいくんだ。 本当に自己中なな野郎なんです、ね、その自己中でいまだに生きてるんですけどもいまだになんかですねあのテレビとか出るたびに娘に関してはこうだ教育はこうだとかテニスはこうだっていう自分勝手な理論を言いまくってみんななんかドン引きしてるんでもうあいつはもうあの,あのリチャードって野郎はキングだよキングリチャードだよっていうふうに割とこの何かからかうあだ名みたいになってるんですけどなんかねそっちの方がちょっとタイトルとしてはちょっとかっこよかったなと思うんですけども。 えー、ということで、もう40分以上話しちゃったんですけども、えー、ここまででもうが終わりです。